クリストバァン・フェレイラ頃から1650年11月4日は、ポルトガル出身のカトリック・セイン教師。イエズス会師であったが、日本において、拷問によって帰京し、沢の正し案を名乗って、キリシタン弾圧に協力した。クリストファン・フェレイラと表記されることもある。遠藤修作の小説、沈黙のモデルとして知られ、また長与義郎の小説。 聖堂のキリストにも登場する。ポルトガルジブレーラ出身のイエズスカイ司祭フェレーラが来日したのは、すでにキリスト教の布教が困難を極めていた1609年であった。日本語に優れ、日本のイエズス会の中心となって働いていたが、日本管区の管区長代理を務めていた1633年に、長崎で捕獲された。寛永10年9月17日。 長崎において、中浦ジュリアンシンプラと共に、穴釣りの刑に処せられた。この刑は、過酷な苦痛をもたらすが事前になかなか死なないように、処置をされ、しかし、帰境の意思表示は自由にできるようにされるため、耐え抜くのは困難であった。その中でも他のものはすべて殉教したが、5時間後に、フェレーラのみが耐えきれず、帰境した。帰境したフェレーラは、 沢の正し案を名乗り、日本人妻をめとった。以後は、他の帰京した聖職者、いわゆる、コロビバテレンと共に、キリシタン取り締まりに当たった。1644年には、キリスト教を攻撃する、ケンニセロクを出版した。これとは別に、天文学書、天文備内王や、健康弁説、医学書、南蛮流下科秘伝などにより、 西洋科学を日本に伝えている。官区長代理であったフェレーラの帰教はイエズス会とヨーロッパのカトリック教会に衝撃を与え多くの宣教師が日本潜入を志願した。実際に潜入した宣教師たちは捕獲されある者は殉教しある者は帰教した。帰教した司祭の中にフェレーラと共に遠藤周作の沈黙のモデルとなった。 ジュゼッペキアラがいる。墓石の戒名を随臨寺にて、日本キリシタン一周文史を記したレオンパジェスは、フェレーラが死を直前にして、キリスト教に立ち返ったと伝えるが、事実は定かではない。なお、遠藤修作は、フェレーラの子孫と名乗る女性に会ったことを書き残している。フェレーラの娘婿に、門下の医師、杉本正史恵みがいて、後に、幕医となっている。 フェレーラの墓所は、東京都台東区谷中の随林寺で、ここにある娘婿の杉本家の墓に合葬されている。ありがとうございます。